QH-50-QH-50-C-DSN-1QH-50- はアメリカ海軍がかつて運用していた無人対戦ヘリコプターである。DSN-1QH-50- はジャイロダイン車製の無線操縦式小型無人ヘリコプターで、 本機を搭載することによって、友人のヘリコプターを搭載するには小さすぎる、水上艦であっても、遠距離の敵潜水艦を攻撃できるようになった。しかし、対応できる任務に限りがある上に事故が多く、アメリカ軍では1969年に運用を中止した。海上自衛隊でも運用されており、現場の評価は高かったが、アメリカ軍での運用中止によって、 修理部品などの供給が滞るようになり、1977年に退役した。アメリカ海軍は初のスキャニングソナーとして QHB を開発し、1948年から艦隊配備に入るとともに、これを発展させたアン SQS-4 を開発していた。1950年の時点でアン SQS-4 は QHB の倍に達する。 優れた探知性能を備える見込みとなっていた。当時、新世代の対戦兵器として 324mm 対戦ロケット砲の開発が進められていたが、アン・ SQS-4 の探知距離をもってすれば、これより、はるかに、長射程の兵器であっても、運用可能と見積もられた。このように、長距離で探知、攻撃できれば、u b、OT、o 2 1型のような、 水中高速潜水艦や長射程兵器を備えた潜水艦に対しても必ずしも追いつかずとも抗戦可能と期待された。この要請に対し、まず1953年の提案に基づき射程1 5 0 5 0ヤードで単魚雷を弾頭とした対戦ミサイルとしてラットが開発され、1955年には、 核爆雷にも対応したアスロックの開発も着手された。しかし艦隊では、ラットですら、運用設備まで含めると既存のギアリング級駆逐艦に追加搭載するには、大掛かりすぎるとの声が強く、より軽量なシステムが求められていた。1956年、大西洋艦隊の駆逐艦部隊は、代替案として小型の無人航空機の採用を上進した。 これを受けて、1957年8月、海軍作戦部長は、ダッシュの開発を許可した。1957年2月、駆逐艦、ミッチャーの戦備看板で友人のフールマイナス1の発着演習が行われたのに続き、6隻の駆逐艦で同様の実験が行われ、小型航空機の艦載化についてのデータが蓄積された。 1959年6月には、フレッチャー級駆逐艦、ヘーゼルウッドの3.4番砲塔を撤去して 21.、21.07.2メートルのヘリコプター艦パンと 10.、10.4、7.33.7メートル台の格納庫が、設置された。1955年末より、カマン社は、HTK-1 を無人化する研究に着手しており、1957年5月の、 ミッチャーでの発着実験を経て、1959年1月12日から2月6日にかけて、フォレストシャーマン級駆逐艦、マンリーにおいて運用試験が行われ、49回の模擬攻撃が行われた。しかし HTK-1 はあくまで練習機に過ぎず、ペイロードは極めて限られていた。ジャイロダイン社は1950年代半ばより、 アメリカ海兵隊による小型偵察ヘリコプターの要求を受けてローターサイクルと称する超小型の有人ヘリコプターとしてエロンを開発していた。海軍はこれに着目し、1958年4月、その無人機仕様を発注し、5月12日には要求仕様が提示された。これによって開発されたのが DSN-1 であり、 1960年7月1日には、ミッチャーで着艦、そして12月7日には、ヘーゼルウッドで発艦を成功させた。QH-50C と、艦板上操縦装置単行ライン魚雷2発を搭載した、QH-50CA ロンは、小さな面積で離着陸が可能なように、同軸反転ローターを採用しており、極めて小型のヘリコプターであった。 同軸反転ローターは運動性を制限するが、この特性は、無人機としてはむしろ望ましいものであった。初期のモデルである DS、DSN-1 は、エロンを無人化し、1機のポルシェ車製4気筒用95から6ピストンエンジンを搭載したもので、マーク43単魚雷一発を搭載できた。また、これを総発化した DS、DSN-2 も試作された。 しかしこれらはあくまで前進作であり、海軍の本命はターボシャフトエンジン搭載の DSN-3 であった。これはボーイング車製 T50 から4を単発に配し、ペイロードもマーク44または46単魚雷2発、内視核爆雷1発に増えた。DSN-3 は1962年1月に初飛行し、11月15日より、 引き渡しが開始された。1966年1月に生産が終了するまでに378機が生産された。その後、エンジンを 365HP の T50 から12に強化するとともに、ファイバーグラス製のローターブレードを採用、燃料容量も増加させた改良型として、QH-50D が開発され、 1965年4月に初飛行した。1966年1月より生産が開始され、最終的に395機が生産された。QH-50C-D は母艦から28回りまで進出することができるが、進出距離が 13.7km を超えると、レーダーによる完成精度が低下するという課題があった。 1968年4月に、ボーイングが T50 シリーズのエンジンの生産を終了したことから、代わりに、アリソン T63 シリーズのエンジンを搭載した、IC、1区 -50E が開発された。核、バージョン、ダッシュシステムは、無人航空機のほか、敵潜水艦の捜索、追尾に当たる案、SQS-29、30、31、 32その後、航空機の補足、追尾に当たるアン SPS-10 レーダー及び、マーク25レーダー、そして無線や、信号処理装置、情報表示装置といった、環状装置によって構成されていた。アン SRW-4B 環状誘導装置には2機の操縦装置が含まれており、1機は、ヘリコプター艦板、1機は CIC に配置されていた。 飛行艦板の操縦装置は離着陸を CIC の操縦装置は目標までの飛行と攻撃を担当した CIC の操縦装置は半自動操縦トレーダーを演用していたが機体を見ることができず高度も把握できなかったのでしばしば機体は失われた後に偵察用としてカメラを搭載した際には運用面でも良好な結果が得られたとされている また、公天での着艦支援のため、ラッド、スラッド着艦高速装置が開発されたものの、成績不良のため装備化されなかった。海軍フラム回収を受けた、ギアリング級駆逐艦後部砲塔と、後部煙突の間に、ダッシュ用の飛行艦板と格納庫が設置されている。ダッシュは、1950年代に行われた、フラム回収の最重点として配備されたほか、D レー級や、 ブロンシュタイン級、ガーシア級、ブルック級、ノックス級などの護衛駆逐艦の多くにも搭載された。本機は理論上では対戦線の課題の多くを解決できるはずであったが、実際には当時のソナーではアスロックの射程距離で足りる程度の探知距離しか発揮できないことが多く、本機による長距離攻撃の恩恵を受ける機会は少なかった。 また常に信頼性の問題を抱えており、艦隊では不評であった。1963年には、事故が、相次ぎ、5ヶ月の飛行停止処分となった。また1968年には、飛行時間80時間ごとに一機の機体が失われた、計算であった。1967年1月の上院予算、省委員会では、マクナマラ国防長官が、 平時訓練での消耗が予想以上に激しく、費用の割に効率が良くないと発言し、1968年度予算で、海軍がダッシュの運用継続のために計上した3億ドルの予算は、国防総省によって却下され、運用は徐々に縮小されていった。この時点では、約100隻がダッシュの運用能力を備えていたが、2年後の時点では、約50隻と半減しており、 その多くは、ダッシュ以外の長距離対戦兵器を持たないフラム2、回収艦であった。最終的に746機が生産され、半分以上が喪失した。会計検査院の調査によると、ダッシュが計上した、膨大な損失のうち80、80%は、電子機器の故障によるもので10、10%が操縦ミス5、5%が、機体やエンジンのトラブル5、5%が、 ベトナムでの戦闘損失であった。ただしこの喪失原因についてはメーカー側が疑義を申し立てている。ダッシュの運用中止前後よりアメリカ海軍は有人ヘリコプターによるランプスの開発を開始した。これはダッシュ用設備でも運用可能な小型ヘリコプターを使用しており、ダッシュの場合は艦から指示された座標で魚雷を投下することしかできなかったのに対し、 ランプスでは、レーダーや磁気探知機、その部位といった対戦捜作センサーを備え、母艦のソナーの探知精度が低下する、遠距離域でも正確に攻撃を行うことができた。また、対艦ミサイル防御や、母艦の対艦ミサイルの測定など、ランプスの名の通りに多目的に運用する計画であった。1970年10月には、母体として、 カマン UH-2 が選定され、1971年3月16日には、SH-2D が初飛行、12月7日より、配備された。なおダッシュは、艦上での対戦戦のほか、一部機体は、ビデオカメラの搭載などの回収を受けて、ベトナム戦争において即敵任務や、偵察任務を遂行していたほか、武装化の試みもなされていた。また、 42年を過ぎても少数の機体が標的のエコーなどのためホワイトサンズミサイル実験場で運用を継続している。陸軍アメリカ陸軍も地上における偵察用として QH-50DM を1959年から1975年4月まで運用しており主にベトナム戦争に投入された。海上自衛隊は まず1965年にマップ調達で QH-50C3 機、アメリカ海軍からの直接調達で QH-50D1 機を取得して運用性を確認した後、1967年から71年にかけて QH-50D18 機を購入して、高槻型及び峰雲型護衛艦に搭載した。 メーカーでの生産中止後も発注が続けられたことについて国会では貴重な防衛費の浪費などと批判されたが海上自衛隊の運用成績はアメリカ海軍より良好であり機体によっては1500時間以上の運用実績を樹立した。とはいえ海上自衛隊においてもやはり運用機数の半数強を事故及び故障で損耗しており アメリカ海軍の運用終了に伴い1979年に運用を終了した。現在は D-19 号機が海上自衛隊クレ資料館に展示されている。海上自衛隊はミネグモ型のダッシュ運用設備はアスロック対戦ミサイルに換装、高月型護衛艦では後にシースパロー股艦防空ミサイルなどに換装され、 汎用護衛艦での航空機の運用は初雪型までなされなかった。機体の使用機体の性能、ありがとうございます。